終末論シリーズ、今日はダニエル書12章を見ていきます。ダニエル書に描かれている最後の幻です。12章の5節から13節をまずお読みいたします。私ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら岸に、他の一人は川の向こう岸にいた。それで私は川の水の上にいる、あの、 天布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになって終わるのですかすると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。 聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就する。私はこれを聞いたが、悟ることができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行けこの言葉は終わりの時まで秘められ、封じられているからだ。多くの者は身を清め、 白くししこうして寝られる悪者どもは悪を行い一人も悟る者がいないしかし視力深い人は悟るジョークの捧げ物が取り除かれ荒らす忌むべき者が据えられる時から千二百九十日がある幸いなことよ忍んで待ち千三百三十五日に達する者はあなたは世の終わりまで歩み 休みに入れあなたは時ののの終わりりににあなたの割り当ての地に立つ先週と同じように3つの理解の仕方を見ていきましょう。一つ目の理解はこの神殿の荒廃を紀元前167年に起きたアンティコス・エピファネスによるエルサリムの占領と神殿の略奪を意味するものと理解するものです。 これは前回お話ししたように、まあ、前後の文脈から十分に考えられるものです。少し文脈を整理してみましょう。ダニエル書のを通して見てきたこの幻、もしくはダニエル書に含まれている幻というのは次のようになっています。まず最初に2章でネブ深でネザル王を通して与えられた夢が ありましたこれは4つの部分からなる大きな像でしたけれどもそれらはバビロンを含むその後に起こる4つの国をそれぞれ表していました。しかし最後にそれを打ち砕く岩が現れてそれらの像を粉々にすることで神様は永遠に続く神の国が起こるということを 示されましたこれが基本的なダニエルのこの将来に対するそのビジョンですでその後7章から5つの幻が続きますでそれらはこの最初の2章のこの夢幻を別の角度から強調しているというふうに言ってもいいのいいものですで7章では4つの獣が出てきました でそこの中で最後の獣の,その角ですね一つの角が出てきました。でこれがまあ代表的なこの見ている3つの解釈では一番目にはこれはアンティコセピファネスのことだと。で未来に見るディスペンセーションに代表されるものはこれは将来現れる反キリストだと。でまあ私が今回シリーズでお伝えしているものは まあこれはローマの皇帝ネロのことだということですね。で8章ではお羊と親木が出てきますで。これはバビロンの後に起こるペルシャとギリシャだということは本部にしっかり書いてますので、これはペルシャとギリシャというふうに言いますねで。その中にも1本の角ということができ出てきましたで。これはギリシャの中でもこう4つの領土に分解されてですね、その中のシリアの 領土から出たそのアンティコス・エピファネスが紀元前167年にエルサレムを占領し神殿を略奪したそのことを表していると,ということが分かります。で9章は先週見ましたけれどこれはギリシャとかですねそういうのは書いていませんのでまあ3つそれぞれですねアンティコス・エピファネスか、まあ、将来のハン・キリストか、まあ、ローマのですね、えー、皇帝ネロを表しているかこれは3つそれぞれ立てることは可能ですね。 でしかしですね、まあ、今日今回読みませんでしたけど10章から11章を見るとですねもう一度またペルシャとギリシャについての,その戦いが描かれてます。でこれは全体的なこのビジョンはこれアンティコ・セピュアンスによる紀元前167年の出来事だというふうに読んでもいいものです。でまあディスペンセーションの解釈の中にはですねこれも未来の ですね、北となんか南の戦いの中に入れているというそういう解釈をしてますけどこれは、えー、まあ不思議な、うんまあ、文脈からいくとお難しいんじゃないのかなというふうに思いますね。それで最後のビジョンであるこの幻である12章はですね、まあ、これは国が書かれていませんのでいやこれは10章11章で言われたギリシャのおアンティコセイピファネスのことだというふうに考えることもできますし、まあ、別の解釈も まあ、可能だというふうに言うことができます。で、まあ、この今日の部分を、このアンティオコスエピファナスだとした場合は。問題はですね、まあ、細かい、その何日何日という描写が微妙に、まあ。何を指しているか、合っていないということです。で、今日のこの箇所では、三つのこう、時間が出てきました。もう一度、確認しましょう。このダニエル書十二章十一節、十二節では。ジョークの捧げ物が取り除かれ。 荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日がある幸いなことよ忍んで待ち1335日に達するものはというふうにありました。でこれは先ほどのですねその前の説に書かれていた「一時二時と半時というこれがまあ3年半ですのでこれは当時のユダヤのこの1年は360日としてますので。 まあ3年半は3日となりますでそれにそれだけではなくてね1290日とそれからまたさらに45日加えた1335日というこの3つの期間が示されています。これが何を指しているかというのはうぴったりと合うようなその日付というものはこう私たちからは知る由がありません。 でこの理解で解釈をしているですね、現代聖書中介というものの中にはですね、まあ、次のように説明がありますで。注目してほしいのはこの解釈の根底にあるこの聖書の予言に対する考え方です。それを少しこう注意しながら読み取ってほしいと思います。ダニエル書は一般的に終わりについて語られた日付についての2つの補足的修正と考えられる言葉を持って終わる。 おそらくダニエル書の出版の後、間もなく当時の誰かが神殿冒涜から終わりまでの時を1290日まで伸ばすために11節を付け加えたのであろう。そしてさらに12節で別の更新が待ち望んでいる1335日に至るものは誠に幸いであるという祝福とともに 付け加えられるおそらくこれらの宙は終末の遅延という現象を処理するために進められる困難な努力を示すであろう。これらの宙がたとえどのようになされたものであれそれらはダニエル書がその最終形態を本質的に獲得した後にも継続的発展があったことの暗示をじりじりと 示すものであるどんな前提があったか、こう、感じ取れたでしょうかね。この現代神学の解釈の前提というのはですね、それは聖書の予言というのは、あらかじめこう、起こることを記したものではないという、そういう何か前提があるように思います。ですから、アンティオコス・エフィファネスが、攻めてきたこの出来事の最中に、 ダニエルの予言という形でですねこの10から12章の部分を書き記してるんだというふうにこう考えています。でまあダニエルという人は紀元前6世紀の人ですのでこの部分がですね本当は6世紀に書かれたと考えるのが普通ですけれど世紀紀元前2世紀に書かれたものだというふうに考えているんですね。 合理的に聖書を理解するときにですね、まあ超自然的な要素をこう省こうとする解釈。そういうものがあるということですね。私たちも、まあこれは、まあこのことからも知る必要があると思いますで。今回のシリーズでは原則を最初にはっきりさせました。それは聖書の予言というのは未来を予言しているというものだということです。ですから、まあこのようなですね、まあ聖書は そういう予言をしたも、本当は書いてないという、そういう前提は、このシリーズでは、まあ、採用しません。えー、ですけれど、まあ、前後の文脈から、ここをギリシャと訳す解釈は可能であるというふうに言うことはできます。で、二つ目の理解ですね。それはディスペンセーションなリズムに代表される、未来の出来事だと。 未来の出来事の描写だとするそういう理解です。でまあディスペンセーションの理解では具体的にですね、えー、将来起こる7年の大観難のうちの半後半ですね3年半が最もひどい観難の時だというふうにしています。ですからこの7年のこの半分のこの後半の3年半を神殿の荒廃の期間というふうに定めてます。 この3年半の大観難の後にキリストが再臨されてそして地上でのその千年王国が始まるというふうに考えてますではこの余分のですね30日と45日というのは何の期間でしょうかでディスペンセーションのその理解では30日ですねそれは主が再臨されてから異邦人を裁くそういう期間だとかですね その次の45日は、キリストがこの地上での千年王国を確立するためにですね、必要な体制をこう整えるための時間だと、まあ、そういうような移行期間だというふうに考えます。でディスペンセーショナリズムの理解では、この旧約聖書のこの予言のこのクライマックスをこの千年王国に置いています。ですから、 丁寧な遺恨期間というのを予言しているんだというふうに考えることは、まあこれは、まあ考えることはできると思います。で、金を制として、この未来のこの出来事ですので、まあ何でもありというふうに思います。しかし、まあいくつかの理由で、まあ私個人的にはこれをまあ選択的心理としては採用していません。なぜかというと、まず第一に、 主イエス様が生きておられる時も多くの人がこの救い主、メシアが建てる神の国はこの地上のですね王国だというふうに考えていました。しかしイエス様はですね、はっきりと次のように宣言されました。ヨハネの18章36節です。イエス様は答えられた。私の国はこの世のものではありません。 もしこの世のものであったなら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょうしかし事実私の国はこの世のものではありませんイエス様は私の王国はこの地上のものではないとそういうふうに言われた方ですで、その方が再臨され地上の王国を 支配するときに75日間の移行期間を持つんだと、そういう予言なんだというふうに言われても、特にそのように、この予言が示しているにはやっぱり感じないということです。主がエルサレムの神殿で王国を、この地上の王国を治めるというのは、ね、一体どんな意味があるか。これはディスペンセーションが抱えている課題だというふうに思いますね。で、それ、そして、 これはですねまあ今回のシリーズで毎回言及しますけれど70年の神殿崩壊そしてまあ将来の第三神殿の建設また2000年の教会時代については言及が全くないのに再臨後の75日の間の移行期間に関してわざわざ言及されているのはどんな意味があるのかというそういう疑問もまあ残ります最後に3番目の 理解に移ります。これは、イエス様の書林に、そして、その後の神殿崩壊、ローマによる神殿崩壊について、焦点を当てている解釈です。でダニエル書の、その、前回の70種、これは、70年の神殿の崩壊をもっと終わるという、そういう理解でした。で、最後の1種、 これを少し拡大して見てみましょう。で、このダニエル書のですね、最後の一周は、キリストが生まれてから、そして70年の神殿崩壊までを表す。70年という期間を表すというふうに考えます。で70年のちょうど真ん中で何があったかというと、それはキリストの受難がありました。ここから、 キリストは天に戻られ天の聖女でただ一度ご自身の血によって全人類の罪の贖いを成し遂げられたのです。これが新ししい契約の始まりでした彼は多くのものと堅い契約を結ぶとありましたけれどもその新約の契約を指しているという理解です。 で神殿での捧げ物というのはその後も続きましたけれどしかしもうそ,のそれ以降は神様の前で神殿の捧げ物は有効でなくなったというそういう理解です。で64年にはローマの大火があり、えー、その時の皇帝ネロはクリスチャンにその責任を押し付けて迫害をしました。しかし66年には今度はですね ユダヤ人が皇帝ネロのためのこの捧げ物を新年でしていたんですけれどもそれをやめたことをきっかけにユダヤとローマの間で戦争に発展していきます。で3年半この1260日の期間というのはこのローマとのとローマとユダヤの戦争の期間を表していると考えます。67年の2月に始まったこの戦争は 70年の8月頃に、このティトス将軍率いるローマ軍の前に、まあ神殿がこう消失するということで決着をしました。では、この30日を加えた1290日、それからさらに45日を加えた1335日という期間はどんな期間でしょうか。これは神殿をまあ制圧しましたけれど、 それからこうエルサレムの街全体をこう制圧するための時間だというふうに考えられます。ユダヤ戦記と書いたヨセフによるとですね、一番最初にローマン軍は神殿を占拠します。そしてそこを焼き払います。それで神殿は崩壊したんですけれど、それからですね、まだ街の中ですね、エルサレムの街の中では抵抗を続ける人々が いましたので、それをですね、制圧したり、こう、逃げたりする人を見つけ出したり、それを裁いたり、そして最後に兵士たちに、その、褒美を与える、そういう期間であるというふうに言うことができます。で、幸いなことよ。忍んで待ち、1335日に達するものは、というふうにあります。何が幸いかというと、つまりこの後ですね、 町に戻ってきても安全だという意味です。で、この期間にエルサレムの町にいて、そしてローマに捕まった人は、そのままローマの兵隊によって剣で殺された人も大勢いますし、一旦はですね、神殿の間に集められた人もいました。えー、ユダヤ戦記を見ると、まあ、そこでですね、有罪とされた人はですね、えー、高齢の人たちと一緒に殺されました。 そして健康な人はですね、まあドレルとして売られてきます。そして特にですね、背が高く美しい人だったら、ローマのですね、外戦の時の戦利品としてですね、えー、連れて行かれました。ある人は隣のエジプトに売られました。えー、他の俗、えー、領土のですね、まあ、プレゼントとされた人もいます。この人たちは、 まあ大抵はですね、まあ、ローマのその町には野外劇場がありましたけど、そこで獣とかですね、殺し合いをして、見せ物になって死んでいくという運命でした。で、17歳以下の子供たちはみんな、奴隷として売り飛ばされるということですね。また、この期間にもともと飢餓がありましたけど、上で亡くなった人もたくさんいました。で、当時のユダヤ人も、 ダ代の人々も、そして指導者も、この神殿崩壊の危機を避けることはできませんでした。しかし、ダニエル書の予言には違う人々が描かれています。それが、資料深い人々です。ダニエル書12章、九節から、彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は、 終わりの時まで秘められ封じられているからだ多くの者は身を清め白くしこうして寝られる悪者どもは悪を行い一人も悟る者がいないしかし視力深い人々は悟る十一節からジョークの捧げのが取り除かれ荒らす意味向き物が据えられる時から千二百九十日がある 幸いなことよ。忍んで待ち。1335日に達するものは。ここで、ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす、忌むべきものが据えられるときが、悟って逃げるときですで。このジョークの捧げ物が取り除かれるときというのは、おそらく、紀元66年のこの夏に、 エルサレムでですね皇帝ネロのために毎日神殿で捧げた捧げ物をやめてしまうんですけどその時のことをまあ指してるんじゃないかというふうに考えられますでこのことがきっかけでユダヤとローマの間の戦争が起こりましたまあ、もちろん毎日の神殿の捧げ物が終わってしまったというふうに考えることも できます。そのような混乱はこの時期にはもうすでにエルサレム内ではいくらでも起こっていました。で、荒らす忌むべきものが据えられる時というのは、おそらくまあローマ軍がユダヤの地に侵入してきたことだというふうに言えます。まあ、その他、この神殿の中ではユダヤ人内でですね。たくさんの争いがありましたので、その中の一つを指しているというふうにもえいうことができます。 で、ローマ軍が戦争のためにユダヤの地に進軍してきた時は、大体紀元67年頃でした。ここで終わりの時まで秘められ、封じられてる。この言葉は封じられてるというふうにあります。で、終わりの時というのは、聖書の中の終わりの時っていうのは、いつかというと、救い主が、この、来られてからの時代です。ですから、イエス様が、 来られた時には、もうすでに終わりの時が始まりかけていたというふうに言っていいと思います。イエス様はですね。このダニエル書のこの予言の意味を、人々に明らかにされておられます。でイエス様はじゃどのようなこの、うん、警告をこうされたのでしょうか。これは、次回のオリブ山説教でも確認します。けれども、少し見てみたいと思います。マタイ二十四章十五節から十六節。 それゆえ、預言者ダニエルによって語られた、荒らす、忌むべきものが、聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。その時は、ユダヤにいる人々は、山へ逃げなさい。で、この言葉を聞いていた当時のイエス様を信じる人々は、 実際にローマが攻めてきた時にペラという町に逃げていきます。で、シューイエスの忠告を聞いて悟ったものは先ほど述べたエルサレムの中でのこの大観難を免れることができたのです。奥義を理解してエルサレムの町から離れた白深いクリスチャンは最後は 祝福で終わっていますこの予言の中には幸いな祝福が述べられています。しかし理解せずに捕まったものというのは自分の選択の結果を自分の身で味わうことになってしまったのです。でユダヤ人になって当時のユダヤ人の感覚になってですね普通にこう考えてほしいと思うんです。 自分の神様が神の国を打ち立てられるとしたら、エルサレムの神殿が中心になるというふうに考えるんではないでしょうか。私が当時のユダヤ人なら、神殿が崩壊してしまうということは、神の国の建設に対しては、前進ではなく、後退であるというふうに考えます。 ではどうして神殿が崩壊することが神の国が打ち立てられるということになるんでしょうか。これは神の国の奥義です。イエス様も明らかにしておられる神の国の奥義です。まず見てみましょう。ヨハネの4章21節イエスはこのサマリアの女に対してこのように言われました。私の言うことを信じなさい。 あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない。そういう時が来ます。これは何を意味しているかというと、神様がもたらす神の国は、もうエルサレムの神殿の丘に縛られる必要はないということです。物理的、政治的な支配ではなく、天での、もしくは教会的な支配であると。 いうことです。そして神の国はもうただ単にユダヤ民族だけのものではなく全世界の国民に対してそして全世界に広がるものであるということです。ダニエル書2章の予言では鉄の足を打ち砕いた石は全世界に広がるとありました。その証拠に教会は キリストの教会は全世界に広がってて今存在していますでこのことを理解したゆえに実際にローマ軍が攻めてきた時には神殿は崩壊すべきだということを悟りクリスチャンたちは逃げたのですそしてその判断は正しかったと言えますダニエル自身はこの奥義を知ることはありませんでした しかし神様に愛されたダニエルはですね、最後に個人的な希望が与えられて、この予言を終えています。ダニエル書12章13節あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。時の終わりというのはおそらく、 これは私たちから見ても未来来の出来事を指していることだと言えますそういう意味ではダニエル書を見てきましたけどこれは私たちから見るとずっと過去の70年の神殿崩壊のことを指しているうんそういう理解でこう予言してきたということを見てきましたけどここで初めて世の終わりについて私たちから見ても未来のその世の終わりについて語っていると言えます。 最後の裁きが起こるときにダニエルは適切に報われるというそういう約束を受け取ったのです。これはキリストの再臨のことを表しているというふうに私たちから見ると言えます。しかしダニエルにはこれ以上の詳細な情報は与えられませんでした。私たちも世の終わりのすべてを 悟ることはできなくても主に信仰を持ってダニエルのように私たちも神様の前を歩むならば時が来た時に休みに入ることができるのです。そしてそれぞれの人生において私たちはそれぞれ主にあって自分の十字架を追っていますけれどその十字架の重みに対するねぎらいが私たちにも約束されて いるのです今週も主にあって歩みを続けていきましょうそれではお祈りいたします天のお父様あなたはダニエルを通しイスラエルの人々にあなたの約束を示されましたイスラエルの人々にとってはこれから続く困難におじげつきそうな そのような状況であったと思いますけれどもしかしあなたの約束を見上げて歩み続けた人々を思い起こしますどうぞ私たちも今のこの状況の中であなたを見上げつつ歩むことができるように私たちを整えてくださいまた資料深いものであるようにあなたの約束あなたの その奥義を悟るものでありますようにどうぞ私たちに与えられている聖霊様を通し私たちを導いてくださいこのことを感謝しイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン